で、まず自己紹介お願いします。ここでいいんですか？うん、加藤健三です。15歳です。え、ホームポイントは？ホームポイントはサンライズとヨンライズですね。で、本当の家は東京なんだよね。はい、八王子のです。え、何年前に引っ越してきたんですか？2年前で、今は高校1年生で、プロトライアル合格おめでとうございます。ありがとうございます。え、これ初めてトライアル？初めてではないです。ちょうど2年前ぐらいに志田で出たんですけど、全然ダメダメで、で、あの、久々にトライアル受けてって感じです。今回どうでした？緊張した？もう余裕だった？正直どんな感じ？いや、全然余裕ではないですけど、まあでもいい波乗って決めれば自分のなんか自信もあったんで、あの、受かると思って。おお、しかもノーズにさ、ルーカ。はい。え、今年から？はい。え、かっこいいじゃないですか。え、プロになってから？プロの前から？プロの前から話はあったんですけど、ちょうどプロにもなって、まだあのインスタとかには出してないんですけど、これから出す予定です。あ、じゃあ両方さ、報告もできていいじゃん。はい。なんかでもプロになったって言うだけで大人っぽく見えるね。本当ですか？で、しかも今度試合でしょ？はい。え、何に出るんですか？プロジュニアとカデットです。え、QS は？ QS は出ないです。あ、カデット、まだカデットだもんな。はい。で、JP だ。はい。JP はプロとして出るの？まだ登録はしないで、アマシードとして。そんなん出れるの？出れるの？はい。え、登録は何？もうちょっと待つ？登録は今年の12月末にして、で、まだちょっと試合数も JPSA 少ないんで、 NSA 回って。そういうことだ。 ありがとうございます。練習前に。ありがとうございます。